どうも近藤アリスでございいますはい、今日も始まりました14時から<い>近藤アリスのショールームパチパチパチはい今日はですね12月31日2019年皆様どんな一日でしたで一日じゃないや一年でしたでしょうか私は まあちょっとね後半の方に言いたいと思うんですけどね楽しかったですねなんかめっちゃ日が経つのが早く超感じましたフラペチーノさんやーだってやー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 こんにちはほやっほやっほやっほのりおさんこんち数だってこんにちはこんにちは、うん、キッチンさんおつおつだって お疲れさ様です <laughs> 夜じゃないけど正里さん今年最後に来たよだってうーんありがとうございます嬉しいですね早速今日の配信もよろしくお願いします最後までのりさんドラゴンボールの一番くじの A 賞が当たって湧いてるおめでとうございますえー、すごい私も一番くじとかなんか怖くてで絶対になんか 賞、e、とかさ ABCDEFF 賞 F とかさいっぱいあるとあるじゃんなんか「ラブライブ!」のなんか前一番くじやろうとしたんですけど絶対にこれストラップが当たるやつだと思ってなんか結局中古のなんかショップで買った方が安いじゃんって思って結局やんなかったことがありますねやなべちゃんさんこんにちはこんにちはこんにちはさくさんこんちゃってこんちゃん えさくこんちゃこんちゃみなさんこんにちは。すぎるだってありがとうございますめっちゃ嬉しいですねありがとうございますゆうさんこんにちはこんにちはゆうこんにちはミニバードさんおあいさんこんにピンクカメラどうよかったなんかピンクカメさん前もなんか 可愛い自分の好きな服着たら可愛いって言ってくださってすごい嬉しかっためっちゃピンめっちゃまたあまた変わってるゆうさんこんにちはおこんにちはありがとうございますまた来ていただいピンクカメラさん確かに確かにそしたら間違ってるかもしんないでも大丈夫はいあれ <laughs> お気楽にやってますお、ありがとうございますバランピンクと水色そう,そうですそうですそうですあのはい、あの引き継いでる感じですねあの知ってる方は知ってらっしい知ってるに詳しい方はもうすぐにわかると思うんですけどとある方のね、のカラーをね引き継いでおりますだから頑張って 頑張りますジェムズさんこんにちは一週間了ありがとうございますありがとうございますテクミンさん一週と50完了おありがとうございます嬉しいですねありがとうございますハラダさんアリシちゃんこんにちはこんにちはハラダさんこんにちはアリシちゃんですユキベさんラブライブだとズバリ予想だってあ惜しいめっちゃ惜しい一押しが もうほんと中学生の頃から中1ぐらいの時から好きかな全部グッズとかは広島に持ってきました <laughs> 皆さんこんにちはうん百条煉の客席さんをあれっしょこんにちはこんにちは客席さんもこんにちは りょうたさんこんにちはこんにちは亮太さんもこんにちはルン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 キッチンさん今年はさま女子会のサイン入りポスターが当たった1年でしただって当たらなかったです私は運が悪いので当たりませんでしたショールームの方も当たりませんでした私はそういうなんて言うんだろうなんて言うんだろう抽選で3名様とかなんかあれじゃないですか なんだろうなんだろうサイン入りのやつとかさ、そういうやつ全然当たりません。なので、悲しいです。よっぽさん、悪とあって、なんかよくわかんないけど、そう、まあ、30分なのかななんかよくわかんないけど、とりあえず14時から開始したので、そのまま1時間続けていきたいと思い。あ、ゆうちゃさん、おしょぼんだちょこんにちは、こんにちは。しょぼんしょぼん。

そそうだよ、ね、そうだだよよねね今から橋終わったらペーパー買いに行ってえっと買いに行ってショップで解約しに行って携帯解約しに行ってあとあそう「紅白」も見る「紅白」も見ますだからね結構いろいろあるかな 何か,かあんまり大みそかって感じしないですね全然しないなんか去年は寝てたんですよ年越しなんかもう眠くて結局なんか寝ましたでもね今年の大みそかは充実しておりますね大変うんうんうんひょんぽんさん今日も帰っくてもちベ私もぽんモチベ,モチベ上がったわ <laughs> 上がったわ ひよ,兄さんよお年を1個ありがとうございますよお年を1個いただきましたありがとうございましたまさやさんまた来ましたアリス毎日アイドル頑張ってますねありがとうございます頑張ってます早速早速頑張っておりますてっちさんこんにちはどかちゃんあー門脇さんカラオケしてたねだって後半見逃したので後でちょっとあの 動画サイトでちょっひろたいと思いますとさんこんにちはラインによろしくねだってこちらこそ皆さんもよろしくお願いしますひろたっそさんもよろしくお願いします今りねちゃんのラインが <laughs> たびっくりしたうん <laughs> 頑張ってます来年もね楽しい一年にしたいですね早速1月 で2日3日の朝に帰るんですけど3日の朝に広島着く感じなんですけどなんかなんだろうなんか多分その次の日からもう大忙しなんですよさっき来たんですけどやばいなと思っていろいろ「お忙しいや」と思って頑張りたいと思いますマサヤさんダンスもダンスと歌どっちが得意かなこれね昨日もね聞かれたんですよ 控えた聞か聞いてくださった方がいらっしゃったんですね。ダンスと歌まあ、どちらかというとダンスの方がって感じかもしれない。歌は。うん、これはもうオーディションの初日から言ってるんですけど、味のある声だと思っています。でも、レコーディングの時とかはでもレコーディングするのは楽しかった <laughs>。そう。でもそういうのは楽しいんですけど。んんうん。 ヨッポン、僕が悪いことしてないを把握したかなだってうんしたもうゆっくりね見てねそのまとめのやつもネットの方で調べてみてその記事をもう一回見直した <laughs> まあそうですね悪いことしてないっていうかそうでよっぽさんのことを知ることができたかなって思ってますてっちさん画像が調子悪いなだってそうたまに止まったりする そうなんかたまにこっちも黒くなるんですよなんかそれめっちゃやだ <laughs> なんですほら今も黒くなったな津田ふみさんこんにちはありしちゃうんだってこんにちはこんそれがそうですね今年一番,一番の出来事ほ他にもなんか学校のことことかともいろいろあったりまあするんですけど やっぱりもう貸して香川行ってオーディションを受けて受けてまあみたいなんで契約してみたいなすごいもうドタバタすけどもう本当にあっという間だった一日一日過すすぎるのがうん、うん「こネットさんこんにちは今日も出先で星投げします,のであます,しです、ね」ありがとうございます嬉しいですねありがとうございます よっぽさん来年はアリスちゃんがナンバーワンの1年にしますねありがとうございますじゃあ私ももっとさらに自分でも皆さんのナンバーワンになれるように頑張りたいと思います二押しでも三押しでも四押しでも五押しでも DD でもとにかく好きになってもらえたらね嫌いって言われるのは好きじゃないので好きって言われてもらえるように頑張りたいと思いますとにかくね名前をいろんな方の知られたいと思うので はいなんかいろいろ見るんですけどなんかとにかく名前を知ってほしい名前を知ってなんかか可愛いとか思われなくてもなんか面白い子だなとかでもなんか思ってほしいですねあかねさんお私はこれから汁なし担々麺食べに行くようだっていいな,いいな私は広島に来てから汁なし担々麺を一回も食べていないですえどこの 私食、食べに行きますか私国松ってところ国松さんの汁なし担々麺が今、一番気になってます。めっちゃ調べるだけ調べて、お金さんはどこの汁なし担々麺かなしたら、ヨーポンさんが、コールはアリティっっって言ってたおだって言ただなんかさ、アリスのりアリティの方が言いやすくないなんかかぶりもないし、かぶりないよね。 アリっていうあでもアリティだから大丈夫だよね大丈夫じゃあアリ,ティアリティの方がいいかもしれないよろしくお願いしますおもう2000人も行った15分で2000人いったのは初めてかもしれないすごいありがとうございますめっちゃ楽しい配信を目指しておりますそうちょっとね今日はねコメント早く読むっていうのをね目標にやってるんですけど絶賛ねまたちょっと遅くなってきてますでもねちょっとラグはあるんですけど 面白いですね。頑張ります。セイムズさん二週間で終わりありがとうございます。セイムイチオさん俺あれちゃん俺だ俺だ投げキスくれ。大好き。なるほどだってなるほどなるほど。なるほどマサヤさん投票したので応援していますだって。めっちゃ嬉しい。 のりおさん、僕は在宅ですだって私も最近は在宅って,っていうかていうか STU さんの,そのイクセスさんが今日も難波であれやってらっしゃるじゃないですかめっちゃ行きたかったんですけどなんか行けない行っちゃだめみたいな,なんかイクセスさん自分でなんか勝手になんか行っちゃだめみたいな感じに言われたので行けないです行きたかった行きたかったけど さんエイターさんイコールいやいやうちはだったのは反省してますだってまあでも前のことだからね反省しなくてもねまあ前のことだって思って今はファン続けられてたらね楽しいと思うのでねでも結構見ましたよ本当にまあ、ささとさん無無音だって今無音で聞いてるの 無音は、でも、どうま、あま、あま、あさ、さ、と、さんこれ思ううんとかな、そうかな、そうかなじゃあよかった、じゃあ、そうかなじゃあちょっと自っ、自信持って、やりま、自信持って、活動しますねん<ー>おかねさん、いろいろ行くけど、武蔵坊が好きです、だって えー、どこにあるんだろう行きたいんですねでも国松もキングケンキングケンのやつキングケンさんのあのなんだろう死ナシサンタ麺はコンビニで売ってて母から一口もらった国松は気になる虫ちゃんぽっぱだったおおマコさんこんにちは何そうかとだってえっ、ー、もうちょっとチェックします とにかくそうですね2月ぐらいになったら多分いろいろ落ち着いていると思う落ち着いてはいないわ落ち着いてはいないわじゃ落ち着かないわ1月2月3月4月全部落ち着かない分かんない落ち着くかもしれないけど落ち着いたら食べに行きたいですねえちゃんあじゃあほんまえちゃんとあそうだよあの人麺めっちゃ好きだからそうだ,、ね、そうだめっちゃこの前もこの前じゃないや 前もねなんかラーメン食べに行ったんですけどめっちゃ食べるんですよ大盛りにして食べててやばーと思ったでニンニクめっちゃ一緒にこうやって舞ちゃんとめっちゃそうめっちゃかけまくっためっちゃ食べます私より食べるのかな同じ私より私その時普通のサイズだったんだけど舞ちゃんはにそうですねなんか大盛りで食べてましたびっくりしましたね キョさんおこんにちはだってこんにちはこんにちはこんにちはヨポンさん両方ともかぶってないかなだってゆうちょさんママテだってママち可愛いいだって可愛い,いだってママっていいかもしんないな中さんこんにちはだってこんにちはこんにちは、うん、こんにちはさゆみちょさんあ俺も好きだってほんとに もっと好きって言ってて言ください皆さいんぜひ好きだったら女の子はやると嬉しいので皆さん言って言ってくださいぜひぜひ思ったらでいいけどね豊永さん大阪府からこんにちはだって大阪府からこんにちは大阪行きたいですそう結菜ちゃんが大阪なので今気になってますなんか東京からだとうん,そんな 結構遠いよね。東京から大阪って遠くない,3時,い？3時間ぐらい。ああ、そんなかかるのやばい。でも行きたいですね。あれが何だろう？食い倒れ太郎食い倒れ太郎、うん、あれ見たい。あ、こんさん、確かにアリスの配信が丸規制になってる。何だろう？2規制かな？何だろう？中で一番楽しいかもだって。ありがとうございます。やった！ じゃあもっとテンション爆上げでやってきたい <laughs> 豊永さん今度はリスチョウ欲しいなりましたありがとうございます本当に本当に本当にありがとうございます、うん、なんでだ消えた <laughs> 一回ねなんかやっちゃうとね消えちゃうんだよね ユウさん時々止まるのって通信制限違うはず <laughs> w i f i つなげてるから違うはずなんですけどな母の本も消えてるらしいえー、なんかすごいバグってるなんか変なことになってる悲しいよいお年をの下も消えてる良いお年をの下も消えてるえー、もつらいえ史上初かもしれないう <laughs> ん ヨッポさん今だから言えるけどその頃うちらの母体は某48最大会話だったから安心してだって安心してちょっと怖くなるかも <laughs> えーでも面白い面しいですねそういうのなんか聞くのめっちゃ好き私結構その48以外のアイドルも好きだったりするんですけどねあのそういうやつの中でのなんかファン同士のね間の中いろいろ とか見たたりすするののごいい好きだったのではい、ジェームズさん、うん、ミニバードさんお餅って何個食べるのだってすごいコアなめっちゃコアな質問そううちレンジレ電子レンジがないんですよなのでお,お餅食パン焼くやつあれなんていうんだろうトースターもないのでなんか焼けないんですよ <laughs> だからお餅買ってきてもなんか食べれないので食べれませんうんそういっぱい食べたい当はでも2個2個23お餅,お餅でも本当は10個も20個も食べれるんですけどそうなると太っちゃうからまあでも食べれるとしたら23個かなだったら食べれるそうでもねそうフライパンあフライパン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 でち上げるよだって ほんとにじゃあ焼けるのかなそう電子レンジンないのでフいあフライパンもないわうち <捨て S 1> あそっかないわ捨てちゃったんでそうねなんかこいちゃうほんとなんでしょほんと待ってのん引きされそうで怖いドん引きされそうで怖いでも本当に広島にはある <laughs> やばいやばいわそうだよフライパンフライパンもない電子レンジンもないトースターもない何もないですあでも あれはあるあのあれ冷蔵庫冷蔵庫あ,冷蔵庫あるさあふみちチさんもし劇場で船酔いしたら投げキスお願いします回復するのでだって何回もする船酔いきついよねないとさできないよね常に,常にじゃあもう監視してないとのりさん好きな九州はだって熊本が今今気になってるかな そう,もそう,うんです九州でもその次にはやっぱり福岡が好きかな個個性,こ個,性個別何<性>だってな、うんだろうなんかよくわかんないけど雅也さんはきっとなんかすごいいい子ってるからそれはわかるよカズリンさんおやばいやばいテンション上がるアリスちゃんこんにちはりと初見です カズリンさん、こんにちはこんにちはコンドアリスです。システィーフォーティーと人気研究生のコンドアリスです。カズリンさんね、アバターがめっちゃ可愛い。びっくりマークティンこついてる。可愛い。ありがとうございます。割と初見、ぜひぜひショールームのフォローよろしくお願いします。のりさん大賞にあるよ。あ今日行きます。そう行くけど多分買わない。 買わないかななんかずっとないのでそうもないちゃった,う,う,ゃったうんなんか使わなくないフライパンってうんなんか使わないなんか基本的にお湯あお湯沸かすやつはあるんですけどなんだやかんやかんもあるあれだってあったらだってさカップラーメンとか作れるからさなんか 夜間があればで夜間の中に無理やり何て言うんだろうレトルトのカレーのやつとか入れたりするのであそう卵をゆで卵 <laughs> ゆで卵もやかんで作ったりする全部やかんとりあえず全部やかんですそう全部そう無理やりあそう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 パスタとかもやかんで茹でてたりしてたしてたよね一回ね 今はしてないらしいです多分2期生の中でフライパンないの私たちだけだと思うよっぽさんフライパンないのかよわらわらわらだってうんマジでない本当にないですそうこれは割とわりかし真面目なやつそう受けますでしょまささとさんよし今年最後の3週5時間の完了ありがとうございます ありがとうございますこれ普通にさ私ありがとうございますって言ってたけど3週50巻ってって1週でも大変なのに本当にありがとうございますさやふみちさんあん何やんってあん監視とかされたニヤニヤしちゃうだってえずっとずっと監視するさやふみちさんのことをずっと監視する気づいたらもうロックオンだよねカズリンさん家にくまモン割とあるよだって本当に めっちゃ好きめっちゃ欲しい,い,いそうくまモンめっちゃ好きかわいいあのなんて言うんだろうあの体とあの目が好きなんか目がさなんか白いじゃん <laughs> そこが好きなんか可愛い,いでも声が聞いたことないどんな声なんだろうのりさん熊本でツアーあったら強制されるから辛いんごだって強制誰によっぽンさんに <laughs> ヨッポさん俺も初見になりたいわだってヨッポさんだってめっちゃ一番最初の配信から見に来てくださってる方じゃないすごいめっちゃ子さんありがとうございます安部さんがおタコ10個ありがとうございますタコ安部さんの顔に私は墨をシャーってありますね カズリンさん、あ、サラちゃんサラちゃんのところにサラちゃんって清水サラちゃんそれとも吉田サラちゃんのところにいつもいるのは内緒です。だって。じゃあわかりました。これは私と、私と今見てる方だけの内緒の話で。ゆうちゃんさん、良いお年をいお年を一個ありがとうございます。ゆうちゃんさんも。ゆうちゃんも良いお年をお過ごしください。2020年。 2019年もねあと残る何時間ですけど <laughs> 楽しんでくださいおあんなちゃんが「会いたい!」だってそうさっき LINE してたもんそうあんなちゃんめっちゃ会いたいもうお顔が好きだから会いたいそうさっきもねなんか今度家行っていいみたいなこと話しててねそうもうめっちゃ好き本当に好きすごい大好きなんか LINE のね 返事がめっっちゃ丁寧なのなののんかすごい女の子って感じそう一回言ったことあるかなあ、母も会いたいらしいです今会いたいって言ってるんなちゃんにみんなで遊ぼうねだって <laughs> なんか怖いつなんか繋がりみたい <laughs> 母が母がそうまたねもう本当にまたあとで「ありがとう」って言わないとありがとうカズリンさんあれんなちゃんだってびっくりしたびっくりしたもうずっと会いたいって言ってるなんか 会いたいたとにかく会いたい友吉さん強いわらだって夜間しかないそうフライパンなくて夜間しかないみたいなまささん夜間万能説 <laughs> それだよね本当にそれね本当にそれもね夜間さえあればとりあえずゆで卵とレトルト温められればなんとかできる全然あのなんだっけスパゲッティもなんかうん なんとかなるよねカズリンさんが「おフライパン待ってるからあげようね」にってくださいめっちゃくださいもうすごいめっちゃめっちゃめっちゃ欲しいもうなんか今ある IH 今うち IH なんですけどそこでなんか卵焼き焼いたりとかなんかいろいろ作ったことないよく来るんですよよくなんかいろんな子が来るんで私もいろんな子の配信に行ったりするので。 じゃあアンナちゃんもやったら行こう行きますおチップデールのハヤトさんあれ君かな HKT48 の栗山里奈ちゃんのショールームに出た子そう出た子っていうかそうですそうですあのコメントしてそうお友達すごいお友達なのでそうなんですよおめでとうってそう昨日お誕生日だったみたいなのですがそうコメントしたらすぐに ねあの拾ってくださってそうすぐにお話できたのでうれしかったです是非覚えてください ST48 の日研究生の近藤荒瀬ですそうもうりなちゃんにめっちゃ感謝あの時にさ名前言っ,て言ってみたいなことになってそうちょっと HKT さんのなんかファンの方にも名前広められたかなと思ってすごい嬉しかったですよかった ヨッポさんお宅は監視されるのが好きだよなんだってえでもなんだろうなんか見たよとかなんか48さん48グループの中ではなんかないんだけど何だろうライブアイドルさんとかだとなんか結構そういうのあれ密接密接って言えばいいのかななんか近いからなんかそういうのがいいですねカズミさん吉田沙羅ちゃんねだって。 さやちゃんめっちゃ仲いいなんかこの前もなんかさやちゃん移動しずっと移動した時にあのずっと腕組んでたんですよ腕組んで車内で腕組んでてなんかそのまます腕組んだままさやちゃん寝ちゃってでもうすぐなんか着くその目的地に着くのに全然起きてくれなくてで私お,お化粧全然全,然全くしてなくてその時メガネだったんですけどそう 片手でコンタクトとか入れたりしてで片手でこうやってなんかこう,こうなってるじゃないですかでここでこうこうこうやって片手で全部やってでなんか着く10分前とか5分前ぐらいなんかやっと起きてくれてやっとなんかそう腕を離してくれたすごいあったかかったなんかずっとガチで寝てたからびっくりしたにゃんころさんおーこんにちはこんにちは ニャンコルさんこそこんにちはありがとうございますカズリさん東京生まれの東京済みだからアリスちゃんもこっそり応援してますだって本当ですか東京までまれどこら辺だろう一緒,一緒ですね私もずっとそうですこっそりぜひあのたくさんの方に公言して、うん、アリスちゃんいい子よって応援してくださるくださると嬉しいです やっぱりそうですね、東京出身は、STU の中では私だけなので、ぜひぜひ皆さん、STU で東京住みと言ってください。うーん。ヨッポンさん、俺も会いたいし、だって私も会いたい。もう早く会いたい。みんなにも会いたいし、ヨッポンにも会いたい。すごいも、もう本当に楽しみですね。とにかく2月8日。 ぜひよろししくお願いしますなんかもうすごい LINE が来るびっくりエメラルドさんこん,にこんにちは仕事まだあるからちょっとだけねだってありがとうありがとうめっちゃ嬉しいありがとうございますまささん変顔で止まったら変顔してないもうつらいなんか半目とかで止まったりするのめっちゃつらいんだけどなんかよくあるじゃんなんか半目で あそうなんですよそう変顔といえば私すごい半目が好きなんですよなんか門脇さんが一時期半目の写真をあのツイッターにね上げてらっしゃってねもう即保存してたなんかもう本当に半目すごい好きでそう違う女優さんの半目の写真とかもわざと YouTube とかでなんか動画見てる時にわざと半目でなんかスクショしたりとか。 なんかめっちゃなんだろう半目が好き <laughs> ちょくちょくあなんでもあそれなら餅も IH 直接できますだって <laughs> 面白いえ大丈夫何がうんお餅をちで IH でやって大丈夫かって母がまた直接今聞いてきたうん大丈夫だよちょっと今度やっあ,でも,した危ないあでもちょっと危ないあでもちょっと あのまあ、ちょっと1秒ぐらいにん3秒ぐらいちょっとやってみてお母と一緒にやってみたいと思いますお餅でもそれでさもしできなかったらさもうずっとできなくならないえでもさお湯の中にさやかんの中にお湯沸いて中にお餅入れれば茹でるあでき、できるんじゃないそれまずそうだねあ、でも 焼けるかな,なんか頑張ればなんかできそうな気がするそうちょっと後でググってみますエメラルドさんたまに画面黒くなるようだ多分あの圧私よくなるのかもしれないそう多分ねちょっと気,気合がねこもりすぎててねちょっと画面にまでちょっと伝わってきちゃったみたいなちょっとなんか途中からちょっと意味わかんないこと言ってるんだけど みちょさん「森なしで日記生研究生で一番配信面白い説ある」やったー嬉しいですね「森なしでだってガチなやつだ」嬉しいですね,ねとにかくなんかめっちゃハイテンションでやってるイメージあるそう,そう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 「そう森なしで日記生研究生で一番配信面白い説ある」って言ってくれた嬉しいですねそう母もねそういうの一番嬉しいって。 つまんないって言われるの本当につらいそれは辛いそう本当にそれを元気に頑張っていきたいと思いますアタックチャンスサンボねあのこサポーターさん「こんばんは今年も広島で年越します」だってえー、いいなそれも年越してみたかった母とえー、いいないいな年越す年越す瞬間は多分皆さんね まあおなじみのねジャンプすると思いますえするでしょえしないえするよねするするする母はしな、ね、いみたいな私はしてますんのりのりさん東京だって東京東京カズリンさんスカイツリーが近くに見えるところに住んでますってことは葛飾とかなんか下町の方なんかだよね 葛西は遠いか違うかでもそっちの方かなそうスカイツリーはそうだよねそうへえー、いいですねじゃあ近くに見えるでもなんかスカイツリーなんか毎日見るとなんか飽きるっていう方いらっしゃるじゃないですか私それわからないです私も東京タワーとかさ見るけどさ結構スカイツリーもそうだしそうだけど飽きなくない 綺麗だからマサヤさんが質問だったかなだって戻った戻った戻ってるらしいですおめおめたんおー4000人突破したありがとうございますなんか昨日よりすごい伸びがいいような気がしますねめっちゃ嬉しいですね本当にありがとうございます ヨッポさんさ東京のお宅に東京出身アピールしてるわだってそれ本当にそれしてもうバリバリもうやっぱり東京のところ方なんで東京の方でも東京の方なんでそうそう母はね渋谷区出身なんですよめっちゃすごいでしょめっちゃそうそうもう本当に渋谷区の中でも本当にすごいところの出身なの、ね、めっちゃすごい <laughs> カゼリンさん、さらちゃんと仲いい子はもちろん応援しますよだってめっちゃ仲いいよしょっちゅう話してるそうなんか一緒にあと今泉ちゃん、みりたんも一緒に行動してることが多いですねめっちゃ仲いいです本当に優しいなんかね結構ねなんかあのめっちゃめっちゃ大笑いねすることもあるしなんかこの前も一緒にねあの 広島にいる時に一緒に鍋やったしそう楽しかったですねまたねやりますまさやさん大阪の握手会で会えたら嬉しい3月の握手会かなだってあじゃあこれだインデックスの方だどっちだろうなと思ったんでしょうってことは「STU」祭にも参加されるってことですね嬉しいですね楽しみにしておりますまさやさんハエットさんでいいかな ハヤトさんご挨拶をくれました初見です笑っていや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 もう本当に嬉しいですありがとうございますってことはクリナちゃんのおかげで来てくださったってことですよねありがとうございます本当に嬉しいですねヤトさんえっ、ー、と本推しは AKB さんのメンバーですがあそうなのね STU の推しは今村美月さんと シナのソラハさんです、だって押しかぶりだってめっちゃ母が今押しかぶり押しかぶりってめっちゃめっちゃ言ってたコソ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 みっちゅうさんは私もめっちゃ大好きですよっぽんさん僕と会ってもそこら辺にいるのさってことはなんかメゾンドフルールとかさ めっちゃ着てさなんかイニシャルチャームとかさピンクのさフリフリのなんかバッグやってなんかサンリオのマイメロちゃんのストラップとかつけてなんかめっちゃ量産型みたいなツインテールしてフリフリみたいなそうセーラー服そうそう,そうセーラー私忘れてないんですからね水色のセーラー服だからそれにちょっとまあ学生カバンみたいなやって 楽しみにしております。<laughs> のりさんアルミホイルだって。あ、アルミホイルに包んであじゃあそれだったらできるかもしれない。アルミホイルはある？そう、アルミホイルとサランラップはある？あるよね。そう、バッチリあります。なんか引っ越してくるときになんか捨てちゃったんですよ。あの電子レンジと。 あの何だろう,うトースターそうしていらないみたいな感じで捨てちゃってないですまささとさんわざと判明よしいつか期待だってでも判明でと判明のやつをツイッターには載せてもらいたくない可愛くないから <laughs> 自分の中でなんか自分の推しの判明とかはめっちゃ取ったりするんですけどね さん IH はやばいよわらだってあちょっとやめとこうかなちょっと火災とかにねなるとやばいので迷惑かかっちゃうからうんまあ IH まあいつかねまあいんうん、うん、でもまあちょっとやめときますやあはやとさんが「卒業した STU メンバーだとゆらあかりさん佐野はるかさんそろぶゆりさんでした」だって。 あのトロさんのサイリウムカラーを私引き継いでおります絶賛はいでも佐野遥さんは <laughs> って言ってる佐野遥さんが母の夢に出てきてなんかその時になんかすごい怖かったらしくてなんかそうらしいです <laughs> いきなりねそう出たらしくてびっくりしたサヤ <laughs> さ,さん 広島の人になるんやねそうで母も広島の人になりたいって言ってるそう、私は今広島の人なの,のだから、ね、広島に住んでるからそう、でも母は広島に今まだ東京いるからで,そうでも後からね行くんですよ一緒にロりさんやばかったらアルミホイルの皿を作るんだってってことは IH でもできる 母がめっちゃやれるよっつってめっちゃやりたがってますねちょっとできたらちょっと報告しますねあかねさん愛イの配信ちょこちょこ止まるだってごめんなさいめっちゃ見づらいよねごめんなさいなんで w i f i にちょっと後で怒っときますはい安部 <laughs> さんギガ頑張れだってえギア使ってないのにこれもうバッチリ w i f i です えなんで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 めっちゃショック「ヨッポンさんつまんなかったらコメしてねえわ」だってありがとうありがとうまあそうですね最初から結構かっ飛ばしてたのでそう最初めっちゃそういあの HKT さんのご期生のオーディションと違って STU の配信 ではもう最初からもうすごいカットばしてたもう,うわあみたいなんどんどんあかねさん今日も夜も配信するします21時からしますおけまる水ん配信しますぜひぜひ見に来てくださる方は1分1秒でもぜひよろしくお願いしますのいさんしない人いるとかだって しない人いるとかしない人い人 <laughs> おったんさん愛しちゃん的に今年のベスト映画はだってあ,あそう私すごいそう今母に言われて思い出したんですけど私すごいサメ映画がすごい好きなんですよ。 ですけどその他ののんてうんだろう B 級映画みたいな赤いサンゴ礁そう赤いサンゴ礁あれおすすめですあのえサメ映画おすすめ多分ね世の中のサメ映画は多分ほとんど見てるのかな全部見てる借りたりとかしてわざわざ見てます赤いサンゴ礁はちょっとバカバカしいんですけどちょっとおすすめです <laughs> めっちゃ母が苦しいしてる 皆さん見てくださいあのー「ラブライブ!」の映画も見たかったんですけど見れんかっただからちょっと今度テレビでやったら見たいと思いますあとは何だろう今年かあそうか今年だったら違うわあとなんだろうなあ,あんまり映画見ないですねなんかドラマとかアニメばっか見ちゃってるでもこれから見たいと思います サーフミチさんうわコーヒー服コーヒー服にこぼしたってやばいじゃん早くシみ抜きしないと早くシみ抜きえっ、ー、とねコーヒーのシみ抜きはわかんないとりあえず洗濯しといて漂白剤やっといたらきっと消えるワイドハイターそうワイドハイター使っておっぱさん4000円いったんやんびっくりした、うん、めっちゃびっくりしたなんか伸びがすごい嬉しいですね ぜひここにいるここにいる全員あなたたちねあなたたちそしてあなたたち今そこで見ているあなたぜひフォローをありがとうございますテレさんきっかけはヨーポーさんのお誘いありがとうございますもうじゃあヨーポーさんさままでございます本当に。 絶妙ちょうどよかったのかなよかっただったらよかったよかったのりさんわい世田谷4年学校の関係私世田谷めっちゃわかります超わかるようんめっちゃ詳しいですあ雲がいる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 なんかこっち好きやだやだやだほっといてって言われたのでほっときますでも気持ち悪いありがとうございます ともきさんママ小峠だって小峠めっちゃ高くない母は渋谷区のちょっと言えないけどすごいところらしいすごい方だしでも捨谷もね本当にいいところいいところだんだんねいっぱいあるので特に私的におすすめなのは駒沢公園です走ってました なんだろういろんうんすごいめっちゃいろいろな意味でよく言ってたのでそうめっちゃ走ってましたしょっちゅう走ってた汗だくになりながら風里さん一期生の一期生の先輩で話した先輩いるかっこがなんでなんでなんで先輩門脇さんもは話してるし石田みなみさんも話してるしあと矢野布乃花さんも話してる あとであとどうなったやろ <laughs> あ今村美月さんもう話してる話してるかなそう話してるあ,あのあ藤原あずささんもだあとどうなっただろういやユミンえた滝野さんはそんなそんなそんなだよって感じです久美さん来たよリコちからだって来たよ わーなんかほなんとにだんだん近づいてくるやだかわーいいリコチからリコチ好きよっぽさんなんやねんそれバラバラだってのりさん量産型言うなってえでも量産型の服だってすごい好きなんだけどえかわいいかわいいリネちゃんがめっちゃそういう服着てるイメージあるよっぽさん青いセーラフクドンキーで探してる見るわだってぜひ あのダメだよ本当に探,探してください本当に楽しみにしておりますさよみちょさんガチで声出たって声出たわあってああってくみさんリコちゃん大喜利して盛り上がったよだってもうそういうのめっちゃできるもうもうくどりこはくどりこは本当にやったただのりジョニーさんこんにちはこんにちは 本当かどうか教えてだってっっ母ががっつき出したカイジ,カイジめっちゃ好きなんですよ母そのあとに福沢諭吉ついてる何層とかあるよね3層とかありますね本当ですかね初見ですだってぜひぜひフォローボタンお願いしますカズキックスさんおーありがとうございます東京から広島って結構辛そうだって やばいえなんかやだやだ本当に来てるんだけど雲が私の部屋に雲が訪れてきましたペーパーあんまりないからってお,とお怒られてきたなんとハプニング発生ですちょっとコメント読みます早く読んでって言われたやっぱさえっとろちゃんさんの受け継いだのとろちゃんさんのリアル T 音に伝えておくわだって ぜひぜひお伝えをぜひお伝えくださいうそう取れるえ気をつけて取るから早くしてって言われましたあかねさん Wi-Fi に置こうといてあ取れた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 ,取れたありがとう歯が英雄のように取ってくれました大き,、ね、大きいでしょ結構,大きい結構大きかった大きかった そうありがとうございます母はありがとうございますあかねさん w i f i に怒っといて嘘だよ大丈夫だよ、うん、だって私の画面の方も暗くてなんか黒飛びすんのもめっちゃ風いしカズキックさんメガシャーク VS ザルクルクルってさ奥とかなるやつでしょめっちゃ見たことありますめっちゃ見たことあるあのなんて言うんだろうあとあれちょと切るやつ好き あの何だろう映画の名前忘れちゃったんですけどあの男の男性の方がなんかあのチェーンソーでバーってマップつにするやつ「マコンさん5,000人行く来たい5,000人行ったら今何て言うんだろう今14時57分ですので5,000人行ったら泊まりたいと思いますよヨーポンーさん僕の今年の3のドキュメンタリーかな?」だってめちゃ見た のいさんでもアルミホイル皿は水も絶対用意してだって、はい、あアリスちゃん,こん,おーさんだこんにちはこんにちはたけさん母の遠足で母が遠足小さい頃遠足で行ったらしい1年生の時生そう行ったらしいバジ公園あのバジ公園とかの近く、ま、よくぐるぐる歩いてた母と一緒に私世田谷区はめっちゃ母と一緒にずっと散歩してた そうですね、特にね三茶とか駒沢とかそこら辺付近はめっちゃ詳しいですヨポンさんてるちゃんさんはアべべさんからミあミやすべさんゴキブリは逆に母ゴキブリは私逆にいつも殺してるうちの今の部屋では出たことない ゆみりんユミリンさんの院長来ねえ名前は来てたのにだってぜひ言ってください来て来て来てって緑の人かなはじめましてだって緑の人はじめましてこんにちは今度はアリスです5000人いった <laughs> ありがとうございますめっちゃ嬉しい本当に嬉しいえー、待って5144人だって何それ 優勝した方がいいって言わ。は、優勝した。か井さん、なるほど。先輩に積極的に話しかけるといいと思うようだ。じゃあ話しかけます。話しかけます。石田南さんは受けてくださいました。あと、みっちょさんも私スタジオのトレーナー来て、なんかでふ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 言っちゃってそうなんか、ちょっと気持ち悪いなって思われるの嫌なんでしっかり話そうと思います。 うん、そうでもね先輩さんそう連絡先交換まだできないのでそう早くしたいですヨウポンさん田中高校さんとは体のかなもう一切一切もうあのお話できてないですしあの自己挨拶した時に見た以来あ,のあえてお会いできてないです ヨッポさんあとヤブシタフうさんもはあの何度かあのめっちゃ何て言うんだろう目で目でアイコンタクトしてます目でアイコンタクトっていうとあれなんですけど安部さん雲も推しメンの一人やなってじゃああの雲でもトイレに流されてきました間違って私の私のファンの方をトイレに流してしまったごめんなさい雲さん ごめんねクミさん、雲雲を退治して、アリスちゃん守ったりだって、守ってください。怖いから。怖いよ。ひねのりさん、アリスちゃんママ、さすがわらわらだって。ヨうポーさん、わらわらわらだって。しょ,しょうがないよ、だしです。そう、私がギャーギャー言い出すからね。そう。うるさいよって言われました。カズキックスさん、トルネードショークそれ。 それもうあれめっちゃ面白いそうそう,そうあれめっちゃ好きもうねサメがどんどん降ってくるんですよで最後は一番最後にその男性の外国人の男性の方がそのサメの中に入っちゃって入ってなサメの中に中からチェーンソーでバーって切って出てきたっていう感じ是非見てください 太田さんアリスちゃんこんばんはだってこんばんはいメイメイ。楽しく配信しておりますぜひね皆さんも本当にショールームのフォローよろしくお願いします握手会もお願いしたいんですけどぜひショールームのフォローを本当にお願いしますそう楽しい握手になりますうんならないはずはないなりますモドくんさん 昨日クリナちゃんのところで見に来ました見てきましただってありがとうございます早く会いたい握手会とか大会いたいねって言ってくれたのめっちゃ嬉しいルンルン「ヨーポンさん5,000人とか48パワーすげえな」って本当に本当にもうありえないもんねちょっと私はなんかなんか変なこと言ったらやばいから。 ちょっと言わないようにしますね <laughs> でもねまあ言った時は言った時なんでねマササトさん一周半目だったけどスクショ間に合わず合わずだってなんでスクショするのなんでスクショするのわかります、うん、でもあっちも門脇さんの配信とかですごい何度も何度もスクショして半目のところは残してあります カズキックスさんメガ,メガシャークバーサスグレートタイタンあそれ見たことないかもなんでカズキックスさんそんなサメ映画知ってるの可愛いんだけどなんで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 じゃあちょっとサメ映画のお話したいですねちょっと今録画にね一個残ってるのサメ映画残ってるよねえないの消しちゃったらしいです 五五郎のやつだよねえー、めっちゃ見たかったのにケンしたらしい早く見ないからだってだって広島行ってたからね久美さん年賀状を出したかないし t u 4 8メンバーにだって出してない出してないあ皆さん私のあそうだ年賀状私で応募してくださった方いらっしゃるかな母は 誰に応募した私に応募したらしいです <laughs> 面白い面白いですねそれで私のところに本当に当たっちゃったらやばい <laughs> そしたら誰かにあげるって言ってそれメルカリに売るんでしょ <laughs> やめてね名前書いてあるから売れないんでしょ,んでしょ <laughs> ウケる売れる売れるきっと売れる ヨッさん険しいなって険しい雲が来て険しくなるけさん今日は夜は21時から配信かなそうそれそれですそれですえー、やばい5300人になってだんだん胸熱になってきましたね嬉しいですね支度,てて支度してるからもうちょっと待っててだって 日さ三人聞きっかけだけど今までより行くのにだって今までより行くのにぜひ私うん私のとにかくまあ皆さんにこれ言えることなんですけど握手会ぜひ本当に絶対楽しくするので本当にぜひ来てくださいお願いしますえすべさん2月11日の広島行くんで申し込みますだってえっ あありりががととううごござざいいいまますすめっちゃ嬉しここで本当に楽しい嬉しいですね本当にありがとうございます絶対楽しませる,ませる自信がある本当にカズキックスさん「メガシャーク VS ジャイアントオクトバス」たまたま見てハマりましたって私もそれは見たことあるけどそう本当にサメ映画は本当にランラ 本当にサメ映画のね良さはね何だろうなんか海外が作ってる映画は大体いいサメ映画あ違う違う違ううんなんかサメ映画が日本で作ってるサメ映画はなくてほとんど海外なんですけどちょっと何て言うんだろうあのちょっとバカバカしい感じが好きそうなんか母がサメ博士になりたいって言ってた時がありますね ルテル坊主さん、マサさんが送ってきた縮小はやばかった。やめてね、やめて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 。マサさん、何時まで配信してますかだって、そろそろコメントを大体読み終わったら終わりたいと思います。あかねさん、年賀状はみゆみゆさんで応募しちゃって、ごめんね、そんな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 、ごめんね、なんて、謝らないでくださいよ。まあ、分かります。でも、私も、そうですね、まあ、応募したかったです。 なんか母が私でで応募ししたらしいので本当は誰も応募しなかったらかわそうって言われたのではいそうですねそれでそうですよねゼロだったらかなんか悲しいのでたけさんサメ映画は上手しかわかんない上手も意外に私サメのジの上手以外のサメ映画見すぎて逆に上手見てないっていう感じやばいよねそうだからちょっと早く見ます ヨッポさんメルカリだってわらだってウケるよねウケるよねク美さんはいアリスちゃんで応募したよマジでアリスちゃん年賀状欲しいです本当に本当に本当にありがとうございますめっちゃ嬉しいじゃあ当たりますように私を私以外のあ母以外の方にあ当たりますようにけさん年賀状みえみえさんで応募したって めっちゃ倍率高そう <laughs> めっちゃ倍率高そう久 <laughs> 美さん当たるといいなゃあれしょ年賀状当たりますように当たりますようにヨッ <laughs> さん昨日旦那も握手くるって言ったおうだって言ってたおうだってあのー、なんだろうなんだろうあのツイッターのリップリップじゃないやあのー、なん,てあんだろうやりとり見ました <laughs> そう見た 見見た見たあと服なんかセーラー服とバニーとみこさんの服のやりとりも見た自己クイ,イズになるって言ってたそんなことないよ「あかねさんお母さんに愛しちゃうから年賀状来たら受けるね」なって <laughs> 面白いねえもうそれでさもしさあれお年玉ついてたんですけどあのお年玉が当たったら嬉しいねって話してました そうねそれは確かに受けるおゆまゆまゆまみおりゆまみおりゆりかさん近藤こんにちはだって近藤近藤こんにちはこんにちは近藤ってなんかそう言われ言ってた方もいらっしゃる友達ではないかな たまになんか学校の友達が来たりするんですよびっくりする時あるてるさん早速速攻でリりちゃんに応募したよだってありがとうございますってことは少なくとも3人は応募してくださってる方がいるってことだありがとうございますよっさんどこかないけどありちゃんの応募しますもう終わりました終わりましさ正里さんすまぬ応募間に合わせそんなもんそんなそんなそんな じゃあ次回、また多分あると思うのでよンぽヨポさんわからないめっちゃ連動してるわからない終わったの誰か教えてよてんてんだって <laughs> 誰か教えてよてんてんだって終わりました残念ながら終わっちゃったじゃあ,まあヨーポさんには私の気持ちの年賀状をお届けしますねそしたらおパセリちゃんだ せいかちゃんが「お初見です」だってねねえんかすごい紛れてるんだけどファンの方かと思ったおーパセイちゃんこんにちは今度遊ぼうみんな遊びたいながん,んまり話したことないからめっちゃ話したいめっちゃ話したいうーんパセイちゃんあのねパセイちゃんのあのあれがあれが好き あだ,名あだ名の説明するときが好きすごい複雑で母もめっちゃ笑ってた2回目の説明2回目の説明でよ<ん>うやく分かったって言ってるそう今度話そうね話そう話そう尾崎じゃないんですよ尾崎なんですよねそこみそですミニバードさんアリスちゃん年越し配信するのだってえだって私高校2年生だからできないんですよ だから今日も21時から22時までやりたいと思いますゆうチさんがおおパセリちゃんやそう来てくださったありがとうございますそれでは5500人いったところでありがとうございますそれでは談情を読みたいと思います本当にありがとうございましたすごいすごいすごいですね5500人本当にありがとうございますここに見今見てる方全員 お願いショールームのほどお願いしますそして誕生日です10位コハネントさん10位ありがとうございますそして9位タケさんありがとうございます9位そして8位ユウさんありがとうございますえとそして7位キイジイジ,ジさんありがとうございます一瞬読めなかった7ありがとうございます そして6位、マサヤさんありがとうございます。ス。そして5位、あかねさんありがとうございます。いつもツイッターありがとうございます。見てます。5ありがとうございます。そして4位、まこんさん、ぽっぽありがとうございます。4ありがとうございます。そして3位、てルてルぼっさんありがとうございます。ー。そして2位は、まささとさんありがとうございます。 そして第一はピューロ,ロ,ロヒヤスベさんありがとうございます。あやスベイさん本当にありがとうロブさんです。<laughs> 今一瞬見えたやスベイさんが配信ありがとうロブです。そんなことないです。本当にこちらこそありがとうございました。ヨボさん公園でコールできるように二期生勉強つえだわだって。

本当に荒れていく思いだって、ルンルさんありがとうございました。てるさん、僕はもう釣られかけてる。うん、多分ね、あの、もう釣られ、てるさんはもう釣って、今、S248 号にね、あの、上がってますね。それでは、おばさん、一生かよだって。一生。一生許さないです。あの、わしがおばさんになるまで許さない。いやいや、本当楽しかったよ、私も今日も。 21時からやるのでぜひよろしくお願いします5600人の方ありがとうございましたそれでは皆さんフォローよろしくお願いしますアクシもよろしくお願いします本当にありがとうございました